このウソップは、はい、エニアグラム何タイプっていうのを題名にしたんですけども、はい、これはこんなコメントをガウルヌイさんですかね、はい、ちょっともう英語が読めないんですけど、はい、多分山田レイジのヤングサンデーさんつながりかなって、はい、その人も登録してたので、あ、はい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 、その方からですね、エニアグラムのタイプ3の動画に対してコメントいただいたんですね、はい、このタイプ3の動画に対して、ウソップやん、ついた嘘が実現しちゃうところも含めて、はい、っていうコメントをいただいたんですよ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、はい、それに対して、はい、このウソップっていうのは、はい、ワンピースの、はい、この鼻が長い人ですよね、はい、パチンコ玉でズドーンってやる、はいはい、理解が薄くてすいません、はい、僕のワンピースは、はい、レイリーと会ったぐらい、はい、レイリーと会って、はい、覇気とかが出てきたところで、はい、僕は止まってます、はい、申し訳ございません、はい、隊長どの辺まで。もうカイドウを倒すところまで。あ、カイドウは四皇になったところ、ちょっと存じ上げないですね申し訳ございません。四皇になったんですよ。あ、じゃあ、はい、隊長の方が深い深いっていうか多分アニメでやってる全部見た。ああ、なるほど、はい、っていうぐらいの理解なんですけど、はい、僕の中でウソップって、はい、タイプ3ではなかったんですね、はい、でそれに対して私がコメントありがとうございますと、はい、タイプ3だとすると、はい、もうちょっと凛としててほしいと、はい、でこれはもしかしたら見た目で引っ張られすぎなのかと、はい、ただ私の中では、はい、ウソップはタイプ6で勇気を取り戻すストーリーに見えると、はい、根源的なものは勇気だと、はい、タイプ6、はい、っていうふうに返したんだけど、はい、これはこの見た目で引っ張られすぎなのかっていう思いもちょっとあるんですね。見た目で引っ張られすぎなのかっていうのも、まあ、あるかもしれないですけど、はい、まあ、言葉に引っ張られすぎもあると思うんですよね。で隊長が確かに笑って言ったんです、はい、でこの僕はそこにも反応ちょっとしてるんですけど、はい、確かに笑って、はい、お前はどこで笑っとんだと、はい、どこが確かにだと、まあ、多分僕はこの動画を見てウソップ、まあ、嘘をつく自分のことを大きく見せて、はい、嘘をついて俺には後ろには5000人の海賊団がいるんだみたいなことを言ったりとかして、なるほどやるわけじゃないですか、はい、ウソップって、はい、でそういうのを見て、あ、3っぽいって言ってるんだなみたいな、あっていう捉え方です。なるほど、はい、体調からウソップを見て、はい、何タイプだと思います、エニアグラムで。6です、はい、でちょっと僕今日、はい、用意した表があるんですけど、はい、ちょっとちっちゃくてごめんなさいね。こちらよくエニアグラムのタイプって、はい、根源的恐れなのか、はい、もしくはあのセンターで見ろっていうんですね、はい、で根源的欲求の前に子供の時に、はい、何を感じたか、はい、っていうの根源的恐れですよね。エニアグラム的には根源的恐れがあって、はい、それを補うために欲求が出る、根源的欲求が出てる。そうで今一応ここに用意したのが、はい、根源的恐れを書こうとしたんですけども、はい、このエニアグラムあなたを知る9つのタイプ、はい、これを見ると根源的恐れの前に、はい、その子供自体に無意識に受けたメッセージはい、っていうのがあって、それがあって根源的恐れなのかなと。いや、そうやって受けてきてメッセージを受け取って恐れになってるっていうストーリーなのかなと思ったんですね、はい、なので一応これ2つ書きましたと、はい、上が間違えるのが、例えばタイプ1、はい、間違えるのが良くない、はい、っていうのが無意識の受けた子供時代のメッセージで、はい、根源的恐れとしては自分が悪く横島で堕落し欠陥があることを恐れる、はい、まあ、同時に起きるものかこれは、はい、でするとまずタイプ3を見ると自分なりの気持ちや自分らしさがあっては良くない、はい、っていうのと同時に、まあ、自分に価値がない、はい、本来価値を持っていないことを恐れる、はい、っていうのがタイプ3だと、はい、でタイプ6を見ると自分自身を信頼するのは良くない、はい、支えや導きを持たないことを恐れるっていうのがあって、はい、なんかごめんなさいねこれ、はい、またちょっと僕の病気が出てくるんですけど、はい、同じこと言ってねえかと、まあ、捉え方の問題だと思うんですよね。
あ、出ましたね、捉え方、はい、っていうと捉え方、そう、全部が捉え方だとすると、はい、なんて言うんでしょう、その価値の3だとすると、はい、まあ、価値のある存在になろうとするって話じゃないですか。価値のある価値がないっていうところは多分3も6も似たようなもん、はい、自分自身に価値がないみたいなのは多分3も6も同じような感じで持ってて、はい、だから価値にこだわるわけですよね、3は。はい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 。で6はこう支えにこだわるわけじゃないですか。要は価値を認めてもらってる、はい、人たちにこだわってるってことですか。価値を認めてくれる人、6は、うん、っていうこと。あ、まあ、その支えなので、まあ、要は自分なんてもうちっぽけな存在だと思ってるわけですよね。ちっぽけですよ、はい、もう本当。だからみんな協力し合わなきゃいけないし、はい、でその中でこう自分も周りにとって価値のある存在だって認めてもらわないとそこの組織に入れないしみたいな、で 全部見てる気がするんですね、6は。3はだからもう価値しかないんだみたいな、自分が価値ある存在になるしかないんだみたいなっていう一点突破な感じじゃないですか、3の人は。あ、6はもうちょっとマイルドな感じですか。6は全方位ですよ。ここも見てるけど自分の価値も見てるけど、あんまり行き過ぎると、はい、みんなから見捨てられると自分一人で生きていけないからみたいな、そっちも大切にして、周りも見ながらってみたいな、多分全方向的な感じですよね、6は。だからこう欠陥があることを恐れるみたいなのも6は持ってそうな感じがする。それはそうですよ。だからこうもう全ての方向を全部こう拾っていこうみたいな、まあ、あの岸清流先生とかは、はいはい、6はオールマイティだなんて名付けましたもんね、はい、もう全部できると、全部できると、うん、全部取りに行こうと、個性も取りに行こうとしたりするわけじゃないですか。なんでその誤認しやすい、はい、まあ皆さんどのタイプって思ってるかもしれないけど、はい、6はあるかもって思った方がいいよって、はいはい、よく言いますもんね。言いますね。っていうのをなんか考えながら今同時並行的に、はい、あのカーシー博士やってるじゃないですか、はいはいはい、我々、はい、でカーシー博士を見てると、はい、この時間の感覚っていうのが出てきて、はいはい、例えば SP タイプだと今、はい、で NF タイプだと、はい、明日みたいなのがあって、はい、これエニアグラムで言うと、はい、今はガッツセンターだと、はい、1、9、1、8、9、はい、で明日みたいなのは、はい、ヘッドセンターで567、はい、なんていうのであーってしっくりきつつも、なんかあ待てよと、カーシーが言ってるのは、はい、全部過去も見てると、はい、そのタイプの人たちは、はい、どうやって捉えてるか、過去をどうやって見てるかですよね、見てるかっていうのが、はい、あちょっとこの辺で離れてくるのかとか思いながら、まあ見方の問題ですからね、エニアグラムとカーシーとかマジュロフタイプ、切り方の問題じゃないですか。切り方の問題、はい、こうやってなんか球体があったとして、こうやって切るのかみたいな、こうやって縦に切ってるのかみたいな、あ人のタイプを容易にそこは結びつけられないですかね。まあ一致はしない、まあするしそうな部分としない部分はあるんじゃないかなとは思いますけどね。あというところで、コウタさん、トゥイーティーさん、ごきげんよう。ごきげんよう。コウタさんもね、ウソップは、うん、6だと思いますと。だから6はなんかウソップも全部持ってそうじゃないですか。ああ。いろんな方向に。で僕の中で、はい、あの、麦わら一味、はい、でタイプ3は3時なんですね、はい、名前が言ってるじゃん、もう3時って、はい、要は彼結構、はい、すいません、かっこつけじゃないですか。かっこつけですね、はい、あれが僕の中の3なんですね、はい、隊長3時は、まあ、3時は3じゃないですかね。ではい、その飛車角でいうところの、はい、ゾロ、はい、ゾロは僕の中で8なんですね、はい、隊長どうです。ゾロは分かんないですけどね、オラオラでもない感じもする。でもなんかその信念みたいな、はい、あの人ってそんな感じじゃなかったでしたっけ。無口ですよ。でも人に対してみたいな、支配をしようみたいな感じじゃなくて、自分の道をひたすら追求するみたいな。あ、そんなタイプでしたっけ、はい、なんかガッツ感がある、はい、ガッツセンター感はどうです、まあ、そうすると1ですよね。あ、なるほど。自分の道を突き進むみたいな。なるほどね、はい、僕の中で、あ、そっか、僕の中ではロビンちゃん、はい、ロビンちゃんが1かなと思って、1か4かとかって思ってたんですよ、はいはい、あの要は信念の人みたいな、はい、で私はおりません、折れませんみたいな。ゾロもその信念の人、剣の道みたいな。あ、確かに確かに、はい、
確かに、はい、なんていうのを考えながら、はい、あともうナミちゃんわかんないとか、はい、まあ6っぽいですよね、6、7っぽい、そうですね、6、7っぽいですよね、はい、あの辺、はい、あのコメディエンヌ、はい、であと誰がいましたっけ、チョッパーはプリキュアですねごめんなさい、チョッパーとかになるともう僕の中ではもう、はい、全部もう6なんですよ、まあ可愛いキャラぐらいの、わかんないって、はい、あとあの腕の人は腕のロボット、ああうんと誰だっけ腕のロボットいますよね、はいはいはい、まあね、僕もうわかんないです、はい、あ骨もいますよ、骨もいますね、はい、すいませんこの体調もちょっと進んでるんですよね進んでるけど、なんかあの山田玲司さんが追いかけるって言ったから、はい、僕も見なきゃと思って見ただけで、あなるほど、はい、ただやっぱりこのなんか恐れとか言われると、はい、急にぼやって見えなくなるんですよね、まあ多分見えづらいですけどね、エニアグラム見えづらいですよね、で同時になんかこれも読んでみたんですね、はい、このドン・リチャード・リストさん性格タイプの分析、はい、でこれ見て例えばタイプ3、はい、例えばですね動機づけみたいなのがあるんですね、はい、なんかもう6と被ってしか見えないみたいなところがあって、はい、タイプ3は自分を向上させたがり、他人を追い抜きたがり、傑出したがり、注目を集めたがり、称賛を受けたがり、他人に強い印象を与えたがり、頂点にとどまるために必要なことは何でもやりたがり、自分が優位に立てない場合は他人を破滅させたがるとあって、はい、なんかねちょっとわかるんですよ、はい、わかるとか思いながら6読みますね、はい、6の動機づけ、タイプ6は好かれたがり、承認を得たがり、自分に対する他人の態度を試したがり、恐怖を克服するために自己を主張したがり、恐れているときは元気づけてもらいたがり、権威者に自分を助けに来てもらいたがる今声が漏れましたね今、はい、漏れましたねはーって言いましたね今、はい、なんかでも同じことを書いてるなとか思いながら、はい、どこなんでしょうね、僕は今なんか6にいたような気がしましたけど、はい、支えてもらいたい、認めてもらいたいもう分かるっていう感じじゃないですか、6人にね、はい、権威者にね、人に、うん、はい、ただ傑出したがりもあるんですよ、はい、傑出したいんですよ、傑出したいけど、うん、好かれたい、好かれたいもあるので、うん、っていうところで疲れたいとかなの3はなんかもう一点突破な、結出したいっていう、そうね、そこのみみたいな感じじゃないですか、結出したいはありますよ、はい、あるけど、はい、それよりも、はい、人の方が大事なんじゃないのっていう、はいはいはい、NF が出てくるんですよ、はい、エニアグラムに、はい、ちょっと待て、はい、まあ、でも6がそういう感じってことじゃないですか、あこれ以上いくと人に認められなくなるみたいな、そう、はい、確認しといた方がいいんじゃないって、はい、聞かなくていいのっていうのが出てくるんですよ、うん、面白いですね、いろいろ学ぶと、はい、369は似ているといえば似ています、はい、まあ、ずっと追いかけっこしてますからね、369でぐるぐる回りながら、はいはい、自分がないって言いますもんね自分がない人たちです、はいはい、タイプ5の下の説明、役立たずには違和感がありますと、これは他者を意識した表現であり、一人にの説明になっていませんと。この、まあ、エニアグラム的にはあれですもんね。5は多分、はい、有能でないとこの世の中生きていけないっていう、はい、っていう恐れ、はい、なので多分 役立たずみたいな表現になってんじゃないかなっていう、はい、結局はやっぱりその他者と会って、はい、そこでやっぱり恐怖を覚えるわけですもんね、はい、この世の中で生きていくための手段みたいな話ですもんね、はい、で親以外にもいるってことですもんね、はい、これは恐怖ですよね、はいはい、あそうフランキーありがとうございます、フランキー、そうフランキー、コレリスだった時の我が妻善逸さんだと、はい、あ骨がブルック、ね、そうブルック、ブルック、あのウィリアムっていうのが出てきたんですよ、イギリスっぽかったよなとか思ってブルックは僕出てきましたよ骨って言ったじゃないですか骨、はい、フランキーは8っぽい、あそう、確かにね、あれが8っぽい、確かに、はいはい、コレリスさん、そう、はい、ブルックはめっちゃ9っぽい、あ確かになんかこんな感じですね、
まあまあみたいな、まあ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 みたいなのんびりしてる感じ。そんなで、でもなんかずっと待ってるんでしたっけブルックって。人をなんかご主人様を待ってる人じゃなかったでしたっけ、はい、ご主人様を待ってるのはクジラじゃないですか。ごめんなさい。あの、まあ、ブルックたちを待ってる、ずっと待ってたって話。ああ、なんかありましたね、はい、そんな話で。ブルックは死んじゃったわけですよね。だから骨、はい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 、骨の実かなんか名前は違うかもしれないけど、はい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 、それ食べて骨になって生きていけるみたいな感じじゃなかったでしたっけ。最近見ただけあってでもそれずっと昔の話ですよね。そうですね、僕が知ってる話ですから、はい、たがりシリーズが面白いと、はい、チョッピーはね、あのスプラッシュスタープリキュアのね妖精です、はい、すいません、はい、チョッパーでしたね、はいはい、というところで、はい、エニアグラムはエニアグラムで、はい、面白いですね、はい、久しぶりのエニアグラム、はい、はい、なんかあのコメントいただければ。ラブーンっていうクジラがいるんですね、うんうん、ワンピース弱者なので、はい、ちょっと単行本読まなきゃねとは思ってるんですけど、はい、エースが死んじゃったじゃないですか、はいはい、エース好きだったのにと思ってまあそう、はい、多分そういう人は多いですよ。そう、はい、でもサボが食っちゃった時点で、はい、もうエースは復活しないじゃないですか。復活しないですよ。ドラゴンボールみたいに、はい、実は生きてたっていう世界線はないじゃないですか、はい、ドラゴンボールがないない世界ですもんね、はい、なんだよと思って、はい、あのエースのちょっとヤムチャっぽいとこが好きだったのにと思って、はいはい、エース3ですよね。エース3っぽいですけどね。どんなでしたっけエース。エースはちょっとあの俺が守るみたいな人ですよね。そうすると8っぽいじゃないですか。あ、兄弟は俺が守るんだみたいな、はい、確かにね、はい、親分の悪口は許さねえみたいな、はい、あエースも8っぽいですね、はい、確かに確かに確かに、はい、面白いですねやっぱりね、うん、